シュラマル。シノさん、シノさん、この間は天ぷら分けてくれてありがとうございました。すっごい美味しかったです。超びっくり。やっぱり年の子って言うんですか、お年寄りって天ぷら上手なんですね。あら、山菜の天ぷら美味しかった？あの苦味がいいのよね。いいわね、いいわね。千代子ちゃんまだ20代だけどさ、そのセンス最高よ。生かすわ。あれも美味しかったですよ、かぼちゃの煮物。お肉入るとすっごく食べやすい。でも不思議、私子供の頃かぼちゃ苦手だったのにな。なんでしのさんの作る煮物はこんなに美味しいんだろう。それはね、大人あるあるよ。子供の頃はね、結構好き嫌い分かれるのよ。でも大人になるとね、いつの間にかなんか美味しくなっててね。かぼちゃが美味しくなるとは、千代子さんも大人になった証拠ね。やっぱりしのさんって年だから物知りですね。ママ友の中にめっちゃ年いってる人いたからびっくりですよ。うちはおにぎり頭の3兄弟だけど、一番下は超高齢出産だからね。若いママさんだと私と親子みたいな年齢差ね。ママ友だけど自分の娘みたいで可愛いもんだわ。じゃあさ、じゃあさ、その可愛い私を旅行に連れて行きません？あはー、旅行ね。いいわね、いいわね。いつか行きましょうね。いつかじゃないですよ。ほら、しのさん今度行くって言ってたでしょ。ああ、温泉旅行のこと？やだ、あれは地元の同級生と行くのよ。おばちゃんたちみんなでね、美肌の湯に入るの。この年になると美肌健康って書いてあるものすぐ気になっちゃってね。テレビショッピングも釘付けよ。あの、だからその旅行に参加したいって言ってるんですけど、やっぱりおばあちゃんだからちょっとボケてるんですか？そうね、確かに物忘れは年々増えてきたけど、あのね、千代子さん、今回の旅行は地元の友達と行くのよ。そこについてきてあんたどうすんのよ。だって皆さん年上ってことは可愛がってもらえるでしょ。私旅行の手配とかよくわかんないです。できないんですよ。今回はね、同級生たちが久しぶりに会ってみんなで楽しく旅行するのよ。そこに違う人は連れていけないわよ。大丈夫です、私そういうの気にしないんで。あのね、こっちが気にするの。そんなに旅行に行きたいんだったらまた別に行きましょうよ。それかほれ、千恵子さんと同年代のママさんたちはたくさんいるでしょ。彼女たちと一緒に行った方が好みは合うんでないの？だから私は可愛がってもらいたいんですってば。私年上のママさんたちが大好きなんです。同年代のママたちって話が合わないし。なるほど、そういう悩みがあるのね。じゃあ今度幅広い年代で行きましょうか。今回行きたいです。いや、同級生旅行って言ってるでしょ。あんたなんでそこまで行きたがるの？だって最近人気なんですよ、修羅橋温泉。行きたいなって思ってて。そうしたらしのさんが話してたんだもん。そんな理由でね。はい、じゃあ次に修羅橋温泉に行こうでいいでしょ。だってすぐに行きたくなっちゃったの。こんにちは、私の名前はしの。工場で働く元気なおばちゃんだよ。好きな果物はグレープフルーツ。最近のやつってめっちゃ甘いのよね。半分に切って砂糖かけてさ、ギザギザのスプーンで食べてた頃が懐かしいわ。あ、そうそう、今回の話だった。千代子ちゃんね、彼女は20代でね、すっごく年の離れたママ友なんだけどさ、この通りで一緒に旅行に行きたいってしつこいのさ。そりゃ普段だったらね、まあ親子みたいな年の差だしさ、ちょっとのわがままなんて全く気にならないんだけど、今回は同級生との旅行でしょ。そこに一人だけ20代の子が加わるっていうのはね、そりゃないないってことで断ってるのにしつこくってね。でもね、旅行当日彼女現地に現れたんだよ。しのさん、しのさん、今日は旅行ですよね。今どこにいるんですか？修羅橋温泉でおまんじゅう食べてるわよ。濃厚で美味しいお味。これからランチ行くんだけどね、美味しくって止まらないわ。分かっちゃいるけどやめられないとはこのことだよ。あ、じゃあ私もそこ行きますから。え、まさかここにいるの？旅行の中身知ってんだよね。
地元の同級生5人で行く旅行なのは知ってますよ。知ってて先回りしたし、ここまで来たんだから便乗させてください。あんた後悔するよ。え？あのね、千代子ちゃん一人でここまで来たの？子供は？え？え？今日はお友達と出かけるからって旦那に預けてきたけど。ああそう、よかった。とりあえずお子さんは無事なのね。あのね千代子ちゃん、うちらはおばちゃんの集まりだよ。何を想像しているのか知らないけどさ、みんな千代子ちゃんに気を使わないよ。だってね、みんなで集まる久しぶりの旅行なんだから。それでもいいですよ、一緒にいられれば。あ、しのさんたち見つけた。よかった、合流しますね。1時間後。千代子ちゃん、あんたどこ行ったの？気づいたらいなかったんだけど。私もう帰る、帰るったら帰る。あっそ、それじゃあまた今度ね。ほなバイなら。はあ、正気ですか？私帰るって言ってるんですよ。なんで引き止めてくれないんですか？なんでって、引き止めても仕方ないでしょうが。千代子ちゃんも分かってたでしょ、つまらないって。じゃあ私たち一杯やっかって感じだからね。また今度。待ってくださいよ、申し訳ないとか思わないの？私の分からない話ばかり。よっこい小一とかガッチョンし、何も分からない。いつもはしのさんとだってお話できるのに。あんたそりゃそうよ、おしゃべり好きの同級生たちが集まったのよ。年だからね、こうやって集まると昔の話ばかりするもんよ。私のこと気遣ってくれたっていいじゃないですか。こんなのおかしい。やだよもう。あのね、自分がズーズーしいことをしたんでしょ。ズーズーしい、私が？同級生が集まるって言ったらさ、そりゃ久しぶりの楽しい時間さね。そこに空気読まずに突撃してきて、それで気遣ってくれっていうのはね。千代子ちゃんだって若いけど大人なんだからさ、そこはしっかりしないと。もういい、もういいです。あれ、千代子ちゃんは20代だけどまだまだ子供だね。私たちだってさ、久しぶりにみんなに会えてテンション高いのよ。昔の話に花が咲きまくりのお花畑状態。そんなところに呼んでもない千代子ちゃんが登場したってさ、うまく話に入れるわけがないのよね。ま、こればっかりは仕方ないわね。私たちはガッハッハー、まだまだ若いわねと笑ってゆっくり楽しんだわ。若い頃はね、自分を見てほしいとかさ、注目してほしい、構ってほしい、そういう気持ち私もあったわ。寂しい時期もあったんだよね。でもそんな時に父ちゃんに出会ってね、父ちゃんの熱烈なアプローチがね。あーあら、やだもう。この先は父ちゃんと二人だけの秘密だよ。数週間後。しのさん。あらやだ、千代子ちゃん久しぶり。あの旅行の後ずっと私のこと避けてたでしょ、珍しいね。あの私、しのさんにひどいことされたってみんなに言ったんです。みんな分かってくれるかなって思ったのに、ソース缶状態で。同年代のママ友なのにみんな分かってくれない。しのさんに謝れって怒るの。そりゃ千代子ちゃんは子供だもんね。え、それどういうことですか？え、だって千代子ちゃん相当な甘えん坊さんじゃないのさ。私がそんなの考えたこともないです。だって年上のママ友にべったり甘えるのが好きでしょ。自分が母親というよりは母親に甘えているような感じで。そんなことないです、私ちゃんと母親だもん。うんうん、そうだね。あー、そうやって軽く流さないでくださいってば。プンプン。前から思ってたんだけど、千代子ちゃんって昭和の匂いがするのよね。なんか孫ができたらこんな感じなのかなって、可愛いんだわ。確かにうちは父子家庭だったからおばあちゃんに育てられたけど、私はまだ20代ですよ、ピチピチなんですから。やったー、あんた今時のギャルはピチピチなんて使わないわよ。そもそも今時の若い子はギャルなんて言葉使わないです。え、そうなの？そうです。とにかく私今ぼっちなんです。しのさん、またママ友になってください。うーん、お断りね。え、なんで？だってなりたくないんだもの。それじゃダメ？そんなのひどいです。あのね千代子ちゃん、千代子ちゃんがやったのはさ、
本当はかなり迷惑なことなのよ。え？そりゃそうさ、みんな家事行く時仕事忙しいしさ、あちこちに嫁いだでしょう。まあ未だに小さい子を育ててる同級生は私くらいだけどね。だからさ、近所のママ友みたいに気軽に会えるわけじゃないんだよ。同級生っていうのはちょっと特別な思い入れもあるしね。そこに対して無理に便乗しようとしたんだから、もうちょいと反省しなさいな。そんな。その後、千代子ちゃんはすっかりおとなしくなっちゃってね。少しビクビクするようになったんだけど、実はこれが良かったんだわ。というのも、千代子ちゃんはおばあちゃんに甘やかされてたからね。わがままなところがあったのよ。それでいて同年代の子と話が合わなくてね。でも今回のことでようやく人の顔色を伺うというかさ、周りの空気を読むみたいなこと覚え始めたみたいなんだわ。私みたいなおばちゃんのところに来てたのは同年代のママと話が合わないからだったんだよ。でも今は少しお話できる人も増えたみたいでね。うん、いいじゃないの。この間会った時はペコーって深くお辞儀してくれたよ。よかったよかった。さてさて、今日は父ちゃんのリクエスト、シチューを作るよ。最近メタボが気になるっていうからさ、アーモンドミルクとおからパウダーを使って作るのさ。私は昭和の女だけど、いつだって新しいものを受け入れていかないとね。あ、それよっこいしょういちーっと。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。